こんな感じだと自然の これは、城正宗先生の漫画アップルシードっていうのに出てくる、ギュネスという、中に人が乗って乗り込むタイプのバードスですね。これの原始モデルになります。でこれもあの形だけではなくて実際人が乗り込めて操縦できるという形に作りました。重さが上半身が 20kg、 下半身が 20kg の、合計 40kg ぐらいになります。素材は、外装に関して言えば水道パイプでフレームを組んで、その上にライオンボードっていう断熱材をで、大まかな形を作り、塗装の代わりにビニールレザーを貼り込んであります。カメラとディスプレイなんですけれども、ディスプレイは目の前に1面とサイドを見るため2面あります。でその各モニターの裏側にカメラがついていて、中に乗った人はあたかもその物が閉まっているのに向こう側が透けて見えるような状態になっています。バードジャケットの素材に関しては下半身上半身ともにほとんどがカーボンファイバーのフレームを使っています。で関節部分とかの接合部にアルミ合金を使用して、いいとこ取りをしてハイブリッドで使っています。将来的にはモーターの方ももっとパワーアップしていって、そして人間とより近い動きができるようにしていくことで、例えば重機が入れないような建設現場ですとか災害現場、近い話ですと、まあ、地震の時のああいう救助、そういうところに使えるものっていうのをどんどん作っていきたいなと思っています。いずれはもう 200-300kg だったら簡単に持ち上げられちゃうだとか、あとは足に関してももっとパワーがあるということは、その重いものが持てるっていうのも可能なんですけども、逆にスピードの方にも触れるので、今度は 足につけると例えば世界記録を破れるようなあの速さで走れるとか、そういうようないろいろこういう技術でこんなことができるんだよっていうのをどんどん発信していきたいと思っています。